私たちが伝えたいのって、人間がもう好きでたまらなくって、子供を産み育てたいとかね、愛し合いたいっていう、そこに行くこと。レイヤーで使った方がもう昨日よりも今日、今日よりも明日って、毎日毎日成長を感じられて、東京大学に行くよりもハーバード大学に行くよりも令和哲学カフェだなと思いました。ディスカッション通して本当にこう、今まで精神って言われてたもの、本当にスケールも次元も違うものを扱ってるのが Nテックの精神なんだっていう、すごいショックが、はい、入った感じがしました。動物レベルのそんな戦いなんかしたくないよって、そんなことは人間がやることじゃないでしょって侍が叫んでる感じだね。科学技術が発展して人は死ななくなったよね。うん、医者が言うと説得力あるね。本当です。個人一人だとね、こう出ないものが場のエネルギーの循環によって、やっぱり腹の底にあるものがこう湧いてくるんだなっていうのをすごく感じて、改めて本当にこう組織勢力の重要さをすごく感じましたね。仙人となって脳を楽しんで心を使えるとき、今ここに。すごいな。ね、脳を楽しんでって近いんだよ。もう宅間王将超えた境地じゃない。いや、かぶない。岡清も、本当杉大拙も、西田喜多郎も、宮本武蔵も、そして道元も、坂本龍馬も、みんないるんですよ。大和魂がいるところに。今、本当に彼らの思いが、そのまま私たちがやろうとすることと直結してるんですよね。宇宙自然の意志が、歴史文明の意志が、日本の沈黙を破って、はい、現代発信する、そのことを応援してますね。令和プレイヤージャパン。